私がやりたいだけシリーズ、今日はツイッターである方々と勝負をしたいと思います。バドミントン星みずきちゃんとお願いします。新体操田中琴乃ちゃんです。お願いします。今日は仲間内でちょっと勝負をしたいと思うんですけど、なんでツイスターかというと、はい、やったことありますか？ない。ない。やったことない。ない。めっちゃ有名だよこれ世界で。いや見たことはあるけどやったことはない。うん、小学校の時にさ、うん、よくやってたんだけどさ、これ、うん、なんか何が有利な人が勝つのかなっていうのをやってみたの。なるほど。だから、まあ、私はまあ手足がじゃ長い、体幹が強い、でもとにかく柔軟性ありますよ。3人でさ、なんか勝負してさ、誰が勝つのかっていうのやりたいの。確かに全然違う、全然違うからね。みんなさ、特徴出してって。でも運ありそうじゃない？なんかカップルありそう。ね、運ありそうだよね、これは。そうなんだよ、これでさ、行いが。そう。うわ、ここで出ちゃう。だから私、運は結構持ってるよ。確かに。うん、持ってるもんね。そう。確かに。持ってるよ。これで、毎回ね、こうやってホイーンってやって右手青とかやるんだけど、一人ずつこれはあれだからさ、うん、同じ色とかになっちゃうと厳しいわけよ。なるほどね。全部が同じ色とか、あと空いてないとかあるから、うんうんうん、ちょっとやってみますか。はい、はい、よっしゃ、レッツゴー。やあ、ゴー。まず順番決めよう。分かった、はい、せーの、最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ。イエーイ。はい。イエーイ。なに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 。場所も決めていいよ。1番、2番、3番ね。はいはい。人生初のツイスターだから。私も。やったことないとか信じられないけど。いや逆にやったことある方が信じられない。絶対やって。どのタイミングでやるのこれ。東京の小学生やってたよ。九州違うかな。九州じゃないのかな。外で遊んだり鬼ごっことかしてたかな。やってたんだよな。自然に遊んでた。やっぱ今時だね。でしょ？うん、東京は最先端。めっちゃやってたんだよな。よし、やろう。じゃあやっちゃおう。はい、まず。いきます。はい、ことだよね。うん。お願いします。ドキドキ。左手青。青。はい、柔らか。青。正面行くの？うん。正面行かない。いいんだよ。左手青。はい。いいんだよ。攻めてもいいし、戻ってもいいよ。無理確かに。すってね。うん。じゃあもう一回やりません？イエーイ。
全然いいけど、これはちょっとあのじゃんけんにかかってる気もしませんか。確かに確かに確かに。順番？順番にもかかってる。そう、相手の相手ないからね。うん。うん、あ、じゃあ最初もうマイコさんからでもいいよ。本当？優しい。優しい。じゃあ私マイコは。うん、いいよ。ボカにする？行こう、それでいいよ。はい。よし。やっていこう。今度こそ。なんかちょっと足がね、はみ出がちだ。いただきます。はい。じゃあこちらを使わせていただきます。はい。
違う違う、絶対違う絶対違う、あれだよ、あれなのに、あれだけど、それはないのね。プリン、プリン正解ー、ね、プリンは分かってたじゃん、なんか分かってなかったじゃん、分かってた、プリンって分かってたの、プリンがなかったのが違うって言ったの、一番近い一番近かった、いや、これかな、え、プリンない、プリンない、これだって思ったの、わーなんて絶対ね、わーとか言う、え、どうなの、あー、まあでも声というか吐息だって餃子見てあーってやんないじゃん、そう、だからプリンって分かったって言ってるじゃん、これは早いもん勝ちかな、 OK、 いただきます、はい、なんでそんな鼻の穴が広がったの、いいつやな、食べるときってそんな広がる、よっしゃ、今のはすぐ分かった、はい、すぐ分かりました、なんか分かりやすいって言ったからハンバーガーとか来るのかなって思った、あ、私もあ、ね、でもなんか突然こうしだしたからコーンだ、これは絶対にコーンだと、いくよ、うん、いただきます、楽しそうな、あた、あた、はい、はい、え、前だと違くない、ポップコーン、ポップコーンです、多分ね、映画を見てた、そうです、素晴らしい、最近ね、映画見に行けてないからね、笑っちゃってんだもん、だってそう、なんかもう持ってたんだけど、最初から、あ、映画ってシーンなんだろうなっていうはい、いただきます、ではこちらを使わせていただきまして、なるほど、はい、はい、お、正解、あー、だから声出したのだからさ、声出ちゃって、声出さないでって言ってるじゃん、パンケーキ声出ちゃうんだよはい、結果、結果、はい、1枚5枚2枚強い強い弱くない、強い、いや、うちらが、うん、逆に弱くない、演技が上手いってことでいいんでしょ、うん、うちらが、ありがとうね、証明してくれてかなと思ったけど、うん、うん、いや楽しかったね、楽しかった、楽しかったし、これは結構簡単だから、うん、これも、まあ、追加もそうだけど、ちっちゃい子でも、ね、できそうと思ったと、ということで、今日もありがとうございました、ありがとうございました、マイクチャンネルまた見てね、チャンネル登録よろしくね、ありがとう。